早いですね、12月の。だからもう今年も早いですね、もう終わりですもんね。うん、そうだなぁ。もうすぐ僕も沖縄来てから半年が。もうすぐ。もう半年もいたら、うちなんちだぜ。もううちなんちですかね。うん、一番食べやすいのうちなんちですけど。認めてもらえますよ、うちなんちと。まあ、よかろう。よかろう。ありがとうございます。心の仕事で豊かな毎日を、ちむわざグループ。あなたの人生に。皆さん、おは、メンソーレ、沖縄ハッピーチャンネルのユージです。はい、今日も始まりました、ユージのオーマイティーチャーのお時間です。この番組はですね、元教員で YouTuber のユージが、リスナーさんの質問や相談などに、面白おかしく、時々真面目に答えていこうと思います。そのためには、皆さんのメッセージをたくさん募集しています。メールアドレスは、761@fmkoza.jp です。また、FM コザではですね、ツイキャスト、YouTube で映像と音声を配信しているので、そちらでも見てください。よろしくお願いします。そして、今日のテーマなんですけども、今日のテーマは、3000円で買えそうな特殊能力について皆さんと語り合いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、始まりました。はい、もうすぐさっき正規さんと喋ってたんですけど、もうすぐ12月もね入ってきて、あっという間に1年が終わろうと思っている、はい、この沖縄なんですけどもね、もうすぐ僕も沖縄に来て半年が経ちそうなんですけども、はい、ラジオ始めてもうすぐ1ヶ月経ちそうなんでね、すごいのどんどんラジオも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ヒカルさんこんばんは。山梨県、ラジオネームヒカルです。初参加です。山梨県からツイキャスで見てます。よろしくお願いします。こちらこそイクラさん、よろしくお願いします。今日のテーマは3000円で買えそうな特殊能力でございます。よろしくお願いします。天童さんこんばんは。ホークスが日本一になりました。お、決まったんですね。ラジオどころじゃないとさようなら。僕はめちゃくちゃ阪神ファンなんで、あらら、もう全然ホークスが勝ってくれて嬉しい限りなんで。はい、というわけで今日はね、テーマ3000円で買えそうな特殊能力です。はい、これはね、1000円でも5000円でもない3000円で買えそうな特殊能力で、例えば、まあまあ空を飛べるとか、透明人間になるって、もしなれるんやったら、まあまあ全然、それって3000円じゃちょっと安すぎますよね。まあ、って思いますね。ね、もっと100万円ぐらい、なんなら100万ぐらいやったら買いますもんね、空を飛べるやったら。余裕で買う。はい、見たら感じで3000円です。3000円で買える特殊能力なので、はい、よろしくお願いします。で、僕がね、3000円で買える特殊能力一つちょっと思いついたんですけども、これ結構納得だと思うんですけど、ビンゴで必ず最初リーチになる特殊能力、これってどうですか。3000円やったら買います？正規さん、いっぱいいる中で最初に、絶対どんだけ人数おっても、まあ、100人でも、まあ、すごい大所帯でやるビンゴ大会でも必ず最初にリーチになって、うん、リーチって言える。あ、もう絶対か。買います。 100% これ3000円やったら買いますかね。余裕でか。でもちょうど3000円っぽくないですか。
5000円出します？買う。あ、5000円でも買うか。あ、意外とじゃあ正規さん的にはいいんですね。ビンゴでしょ。ビンゴです。結構ビンゴ大会とか機会多いからね。あ、なるほど。でもビンゴになるかどうかはその後の運なんですけど、っていう感じで、はい、これはちょっと3000円5000円でも買うっていうあれが出たので、次なんですけど、例えば四つ葉のクローバーが一発で見つかるとか、これどうですか？3000円。もう毎回ちょっとクローバーを、例えば女の子と一緒に四つ葉のクローバー探そうってなった時に、もう一発で、ああるよここに、って言える能力3000円なんですけど、これどうですか？買わない。買わないですか？なんでですか？いや、俺結構四つ葉のクローバー探すの好きなんだ、はいはい、あ、そうか。探す楽しみもあるんですかね。そうそう、あ、そうか。そう考えたらちょっとあれなんか、いや、なるほどね。買う人はいるだろうな。買う人いるでしょうね。あと何やろうな、3000円なんかあります？正規さん、3000円で買えそうな特殊能力って。ああ、一応いくつか、はい、あります。じゃあちょっと一つ言ってもらって、教えてもらっていいですか？靴ずれしないは3000円は安すぎません？マジ？普段靴ずれする、はい、結構します。あ、するんだ、はい、あ、革靴とか入ったら割と。そこの違いだな、はい、靴ずれ俺はしない。あ、しない人か、うん、靴ずれしないか。あ、そうか、3000円は安すぎますね、僕からしたら。あ、僕多分1万円でも買いますもん。あ、本当？買います、買います。人によるな。あ、そうか、人によるんか。結構それやっぱ割れるな。あ、そうやね。ブルミさん、こんばんは。何今日のテーマ。はい、何なんですかね、このテーマ。今日は3000円で買えそうな特殊能力です。皆さん何かこれ3000円で買えそうやなと思うテーマが、あ、特殊能力ありましたら、ちょっとそれを言ってもらえたら、ちょっと僕と正規さんでいろいろ、それは安いやろ高いやろみたいな談義をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あと何やろうな、すぐ、あ、3日に1回あの女の人のような匂いになる、ええ匂いになる。3日に1回。自分が3日に1回、はい、3日に1回です。買う。買うんや。じゃあ正規さんから巻いたら、まあ、まあまあ女子高生みたいな匂いがする能力。うーん、買う。買うか。買うっしょ。買いますね、僕も買います。あの匂いすごいですもんね。絶対男では匂わへんような匂いしますもんね。あと何かな、ピノあるじゃないですか、うん、ピノの星のピノってるじゃないですか。あるらしい ね、 あれがじゃあ3個買ったら3回買ったら1回当たる。いや、はい、いらんな、ごめんなさい。いらんね。いらないね。それはいらんね。1000円でもいらんね。ただでもいらんすもん、僕。ただでもいらない。ただがいらないですね。はい。あ、天童さん、行列に並んでいる時間が6分短くなる。うわー、いいとこつくなー。6分か。一生、一生、うん。一生ですよね、多分これは。一生で考えてます、僕も。一生やったらでも。6分か。6分です。買わない。天童さん残念でした。3000円はちょっと高いですかね。3000高いね。ちょっと確かに高いかもしれないですね。そんなこともない。ああ、確かに。かな。そうか。天童がんばろさん、向こう10年間らしいです。向こう10年間行列並んでいる時間が6分で微妙ですよね。30分やったら必ず買いますね。30分だったら買いますよね。買いますよね。かっちゃさん、ゆうじさん、せいきさん、リスタダメさん、こんばんは。かっちゃさん、こんばんは。こんばんは。今回テーマ、3000円で買いそうな特殊能力なので、またよろしくお願いします。ウォーキートーキーさん、毎回来てくれる。うんこのキレが良くなる。一緒。買うやつね。これはむしろ3000円は安すぎますよね。安いな。安すぎますよね。毎回いたら買い弁ってことですもんね。5万でも買います。5万でも買います。あの、頑張ってお金借りてでも買いますもん。買う。5万円ね、5万ぐらいやったら。ちょっとこれはウォーキートーキーさん、ちょっと良すぎます、その特殊能力は。釣りとか行った時に根掛かりせえへんとか、まあ、絶対3000円、これ買いません、まあ、僕むしろ3000円で安すぎる気がするんですけど、まあ、釣り上手い人は根掛かりとかしないのかな、よく分からない。ああ、そうかそうかそうか。僕めっちゃ根掛かりするんで、毎回根掛かりせえへん特殊能力あったら買いますけどね。
トイレで常にトイレットペーパーの最後じゃないっていうだったら、はいはい、これは買わない。あ、もう買わない。僕ね、そんな場面あんまなくないですか。あ、もしくはある人やったら買いたいかもしれないですけどね。そんな状況に出会った俺あんまないんで、そこはあんまり。3000円いるかな。ブルミさん二日酔いしない、これは、あ、もうこれはもう 100% 買います。買いますかね。で買いますよね。余裕で買う。これはむしろブルミさんちょっとそれはもうお得すぎます。3000円は全然全然。たまに、はい、パッて時計見たら、はい、必ず4時44分。あ、買わん。買わないですね。買わないです。全然いらないです。選んだ、はい。ウォーキートーキさん、おすぎとピーコの見分けがつく。あ、微妙やな。いるかな。いらないですね。お惣菜の、お惣菜のまあ8時ぐらいに行って、必ず半額の商品が一つだけは絶対残ってる。しかも自分の欲しい、あ、ちょっとこれ唐揚げ食べたいなと思ってる、そのお惣菜の職員半額が必ずある。まあ一生分だと3000円は取り返せるか。でしょ？それ前ね、買います。ありがとう。ありがとうございます。はい、あ、意外と買いますね。3000円で買え、3000円ってなんかもっと、なんやろな、3000円でしょ。他何だろう。シャーペンの芯が折れない。はい、いや、買わへんかな。買えや。折れないんだよ、シャーペンのシーン。あんま常に折れないよ。いやいや、別に。折れる折れる。折れてもまたカチカチって。それ3000円でしょ。いや、僕3000円は、それには出せないですね。買えや。出せないです。古田さん。あ、古田さん、こんばんは。プロテインが鉛にならない。あ、これは欲しい。いや、これ分からん、俺。これ、あの、筋トレ用で、僕もちょっとプロテインちょっと飲むんですけど、鉛になるんですよ。粉をね、水で溶かして飲むんですけど、基本鉛になるんですよ。これはね、黙りならへんのはね、3000円はむしろ安いかも。筋トレやってる人からしたら多分めちゃめちゃ嬉しい能力だと思います。ヒカルさん、昔のファミコンのハードを買う。昔のファミコンのハードが3000円で買える。あ、だから昔の、なんてやろう、もう売れてない、もうなんか手に入らへんやつが買えるみたいなですかね。あ、天童さん一度借りたことがある AV をまた借りてしまわない一生。ああ、これは、いや、一応俺もう一回見たい時もあるんだ。そうか、そうなんですね。ああ、これでもね、今時の人やったら全員携帯とかパソコンでしょ。あんま借りるって、僕も借りたことないんで。まあ最近は、最近はね、借りるっていうことしないんで、いらんかな、僕は。これ3000円やったら買わないですね。ストリーミング含むって書いてありますよ。イヤホンが絡ま、あ、絡まない。イヤホン絡まない。これはね、絶対買います、僕。3000円。はい、3000円で。僕まだあの、有線の方なんで。あ、そうか。はい、買います。それいいですね。ガリガリ君のアイス、必ずはあかんな。これも3本に1回あたり。ガリガリ君。ガリガリ君。元取れるかな。元取れるかな。結構食わんといけない。結構食わんとあかんな。そうですよね。だいぶガリガリしない。だいぶガリガリせんとダメですね。あー、買わへんかな。ホキトキさん、ほくろから毛が生えない。いい、買わないですね。うん、300円でも悩むレベルやね。女の子としょっちゅう目が合う。はい、いや、それはね、買わない。買えや。買わないでしょ。違う、いろんな人。え、でもなんかそれ、なんかそれってどういう、そのついてくれてるから魅力的やからじゃないですよね。ただ目が合うだけです。3000円は目が合うだけです。絶対です。鼻毛が生えない。あ、鼻毛が鼻から出てこない。あ、3000円。買いますよね。これ絶対、これは男やったら絶対買いますよね。絶対買う。あ、毛で言ったらそういう系かな。それは買うかな。はい、ブルービーさん、気になる飯屋の点数が分かる。あー、食べログとかですかね。あー、買わない。はい、というわけでちょっと一回 CM にキリがいいので入りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、CM 入ります。むずいな、難しいな。3000円ドンピシャが出ないですね。ちょっと安いか、全然
いらんか。ドンピシャの3000円難しいですね。なんやろな。なんやろ。マイセイキさんが言っとった信号に、あ、信号引っかからない。あ、これも3000円は高い、安すぎますね。絶対買う。絶対買いますよ、3000円とか。いや、買うか。ああ、そうやね。なんやろな。何があるやろ。3000円やろ。いろいろあるな。パソコン売っててエンターキーを押す仕草がかっこよくない。3000円ですか。ずっとかっこいいから。あ、ずっとかっこいいからか。あ、はい、はい、それでは CM が明けました。はい、天童さん、好みのタイプの女性の胸チラが漏れなく見れる、向こう1年間買いますね。買います。むしろこれは3000円で安いでしょ。6000円でも買います。6000円、まあ、1万円だったら頑張ってアイフルで借ります。1万円を全然買えます。はい、マイングミさん、あ、こんばんは。ゆうじくん、いじびってるかい。はい、いじびってますよ。マイングミさんもよかったら3000円で買いそうな特殊能力よろしくお願いします。クルトさん、パンティラインが少し濃く見える。青や、あ、いや、これいいとこついてきます。いいとこついてきますね。買います。買うかな。これちょっと古田さんの性癖なとこありません？買います。あ、正規さんもじゃあ漏れなく買います。あ、そうか。自分のもかな。あ、おや、買います買うかな。あと何やろう。あ、雨が降ってる日でも上半身は濡れない。下半身、あ、逆でしょ。上半身だけ濡れて下半身は濡れない。上半身濡れるんでしょ。上半身は濡れます。下半身は絶対濡れへん。これ結構どんな雨で出ますよ。大雨でも傘させば結構有効的だと思う。ああ、 そうか、まあまあね。ただなんかその携帯とか例えば傘がない時に携帯とか財布とか入れるじゃないですか。大体下半身じゃないですか、なんか物入れるのってなった時に下半身どんな大雨でも濡れへんって結構強くないですか。買うかもしれない。買えますよね。靴とか濡れないってことでしょ。あ、そうです。靴とかも濡れないです。めっちゃいいですよね。あ、これはでも3000円、安い、3000円ぐらいかな。はい、いいところだ、ね、いいところ。天童さん、スマホの画面が割れない、機種変更半年間。ああ、微妙やな。人によってはいいかもね。いいかもやけど、でも半年間なんですよ、期限が。半年でしょ。半年ってあんま割れんくないですか、スマホの画面。すぐ割れます、関さん。いや、俺結構割れない。僕も割れないだったんですよ。ケースとかやっぱつけるから。ですよね。ああ、3000円やったら高いかな。500円やったら買うかな。ツイキャスの人数が2人増える、はい。めっちゃいいじゃないですか。僕それめっちゃ買いますよ。5回買いますよね。1万5000円出します。あ、そうそう。はい、ブルーミーさん、一度終わったか、終わったことないですけど、あ、大木戸さん、毎回必ず茶柱が立つ。茶柱いらんですもんね、僕茶柱。茶柱飲むような飲み物はあまりちょっと。そうですね。飲まない。飲んだことないですよね。あれはどうですか、あの、箸、お箸割った時に、綺麗に割れる。毎回。毎回。3000円。3000円。毎回ですよ。どこに行っても毎回、ラーメン屋行ってもね、そういう居酒屋とか行っても毎回めちゃめちゃ綺麗、もう周りからめっちゃ綺麗って思われるぐらい。うわー、3000円。3000円。買います。買います。ありがとうございます。はい、マイグさん、1ヶ月で部屋の間取りが変わる。1ヶ月で部屋の間取りが変わる。それって自分の好きな間取りなんですかね。変えれるとか。でも何でもやったら家じゃないですか。例えばなんかもう、何やろ、トイレしかないとか。何は地獄だ。地獄でしょ。これちょっと危険ですよね。いらないですね。これはいらないです。これはいらないです。あと何やろうな。そろそろ時間なんですけど。あ、まだこんなの分かんないか。何があるかな。3000円か。3000円ですよ、皆さん。3000円で考えてもらえたら。3000円。あ、天童さん、うんこするときに決まらなくても出る。いや、すんなり出る。すんなり出る。でもこれって決まるからこその楽しみみたいなのありません？なんか変な感じですけど。
多少気張りが欲しくないですか。いやでもこの年だったら、はいはい、うんこ気張りすぎて気を失いそうになる、はい、そうなんや。これ買うかもしれない。ああなるほど、買うか。チカチカするって大変ですね、セリさんも。ああだったら買うか。テントさんも一人やったよね。ああそうなの、なるほど。テントさんもそうなんですね。古田さん、熱々餃子のみ無敵。ああどんだけ熱々な餃子でも熱さ感じないってことでしょう。まあ餃子は食べるのは戦いだから、ね、戦い。でもね、むしろ熱々なのを楽しみたいとかありません。ああまあ確かに、やけどするぐらい熱々なのを楽しむとかあるじゃないですか。フーフーしなかったからね、はい、って考えたらまあまあのかな。かっちゃんの UFO 遭遇特集の、あ UFO に遭遇できるのは3000円は安すぎません。あもう絶対買う。ね、うん、絶対買いますよね。でから、でもそういう商売する。女の子からチロルチョコがもらえる。毎回。毎回。それいつ？あのデートとか。デートとか行ったら、いやちょっと待って、いやいやな、いらんなそれ。それいらないです。いらないです。いらないですね。それいらんな。はい、大木戸さん、毎日好きな髪の毛の匂いの人が迷うと最高じゃないですか。うわぁ、3000円。3000円。いやでも3000円、微妙やね、微妙やね。微妙やね。微妙やね。いらないです。逆に毎日好きな髪の毛の匂い、むしろ毎日で嫌いになりそうですもんね。毎日匂ってきたら。はい、前組さん、あいかなる時でもブラのフォックを華麗に外せる。あ買います。即答で買います。買います。笑うって素敵やんさん、こんばんは。ギャルのパンティーが空から降ってくる。買いません。かっちゃんさん、自己物件判断能力。ああこれは欲しいね。これはむしろこれは、まあ、でもそんな自己物件に当たらへんから、まあ、そうだけど、これはこういう商売にしたらいいんじゃない、はい、ああなるほど。それ商売にしたら3000円で安いですもんね。確かに確かに、まあ、どこまで見えるかだな。ああ確かにね。天童さん、ダンス、タンスや柱の角で小指を打たない。これ俺絶対買いますけどね。僕結構ぶつける人なんで、買うかも。あの痛さは知ってるし、ね、あの痛さ知ってる人からしたら3000円なんて安いもんでしょうね。天童さん、これはね3000円買いです。ありがとうございます。ちょうどいい感じ。古田さん、UFO の待ち時間が1分になる。はい。どういうこと、どういうこと。いや、カップラーメン3分じゃん。ああ、そっちの UFO。常に1分で食えるってことでしょ。あ、それでも、いや、いるかなぁ。いります？別に3分待てん。なんだかんだで3分待つから。待てる。むしろなんだろう、もう、脳が3分で意識しそうから、1分になったところで忘れてまいそう。まあ、確かにふやけて、ふやけて UFO がなんかもうめちゃくちゃになってそう。マイングさん、チロルは切なくないってきました。切ない。これはなしにしてください。これは切ない。僕もちょっと言ってて思いました。喧嘩の時指ポキが鳴り響く。あーかっこいい。ケンシロウみたいな、ケンシロウみたいな感じやね。かっこいいかっこいい。それはちょっと欲しいかも。まあでも3000円ですかね。いる3000円で。いります？俺は買うな。買います？そんな喧嘩します？しないけど。かっこいいし。いざという時にね。天童さん、有名なラジオ番組で10回に1回は採用されてやや受ける。これはどうなんですか？買わない。買わないですね。買わないですね。買わないです。古田さん、UFO の湯切りのお湯完璧に切れる。あいやいらんなぁ。UFO シリーズ。UFO シリーズね。古田さん、UFO 好きなんです。いや、いらないです。別に、お湯そんな、全然切れへんかった時ないし。ねえ、そんなびしょびしょの時ないし。これはいらないです。かっちゃんさん、ペットと会話。これペットと会話は、もうね、むしろかっちゃんさん、それはね、3000円は安いです。ペットと会話。これ最高の力じゃないですか。毎日テレビ番組でやりますよ。ペットと会話できたら。はい、これは3000円安すぎます。ウォーキドーキさん。嫁を見ると毎回初恋のときめきを感じる。これは正規さんどうですか。買わない。即答。なんか買いますか。はい。マイグミさん、隣の家に越してきた女子大生から作りすぎたカレーを毎回もらえる。はい。いやこれはでも、いや分かる、僕の個人の主観で言うと、の毎回じゃなくて一回のときめきみたいなありません。毎回来たらもう鬱陶しいですよ。毎回夜にピンポンで鳴って、あの作りすぎちゃって、どんだけ作りすぎんねんみたいな。もうおっちょこちょいだな。おっちょこちょいなレベルじゃなくなると思います。もうちょっと、いやもうえって毎日カレーってなる。女子大生の
ルックスによりきる。ああ、まあそうか。いやでもどんなルックスで毎回カレー届けてきたらちょっと不気味ですけどね。どんだけカレー食うねんってなるでしょ。それも不気味。これ3000いらないです。天童さん、嫁の心がうっすら読める。ああ、でも人の心を読めるっていうのはちょっと3000円。まあ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 、ちょっとガチ、めっちゃ読めてもたらしんどいけど、うっすら読めるのはちょっと面白そうですけどね。うん、笑うって素敵やさ、ホグワーツから手紙が届く。どういう手紙これどういう、まあ、いらないです。いらないですね。これはちょっとね、いらないです。古田さん、ニンニク食べた後臭くならない。これはね、3000円は安すぎますよね。まあ、ニンニク結構食べたいもんね。はい、ね、これは3000円は安く、もっと1万円ぐらい出してもいいと思います、古田さん。ボキドキさん、母親の顔がほんのり吉永さゆり。うわー、美人だな。美人やな。ほんのりですけどね。ほんのりっていうのかな。はい。それで3000円ですよ。ほんのりですよ。分かってもいいかな、これは。いや、いるかな。いや、そうかな、いるかな。ほんのり吉永さゆりって、もうそれ吉永さゆりじゃないんですからね。誰でしょ、それは。そうだけど。でしょ。いらんな。笑って素敵やさん、服屋の店員が絶対に話しかけてこなくなる。あー、これはちょうどいいな。僕は欲しいけど、ね、個人的に。服屋の店員さんが、なんかお探し物ですかみたいな言われる。場合によるな。欲しいっちゃ欲しい。あ、うん、まあ、ただそのどんな服が似合うかをちょっとアドバイス欲しい時もありますもんね。ある、ありますよね。あるし、しゃべりたい時もあるし、確かにね。はい、まあ、次、ケツの匂いがほんのり柚子胡椒。いらないです。はい、誰の3分間何でも壊せる。いや、これは別にいらんかな。はい、ちょっと今からめちゃめちゃコメントが来だしたんですけど、そろそろすいません皆さん、お時間なのでこれで終わりたいと思います。しかもワンパンで、いやいや、いらないです。はい、ちょうどいいとこ、はい、今日のまとめで。そうですね、ちょうどいいとこ1個、ちょうどいいときましょうか。ちょうどいいところはですね、あー、そうやね、ちょうどいいところ、ほんのりお尻が、お尻の匂いが柚子胡椒ですかね。そうそうそう。はい、というわけで今日のピカイチはケツの匂いがほんのり柚子胡椒でした。これ3000円買いましょう。はい、というわけで、はいはい、天童さん、今日は意外に盛り上がったので面白くありませんでした。ありがとうございます。褒め言葉。というわけで皆さん、また来週会いましょう。はい、また沖縄ハッピーチャンネル YouTube やっていますので、そちらもご覧ください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと YouTube、はい、止めてないかも。あ、ちょっと後で編集で入れとくから。わかりました。申し訳ない、ありがとうございました。ごめんごめん、後で。なかなかコメントも来てくださってありがたいですね。ね、ありがとうございました。いや、みんなほだね。あほやね。でもまだ怒られそうで怖い。誰か知らない人。いや、ウケるわ。なかなかでもいいとこ出なかったな。いいとこ出なかったですね。3000円やっぱ難しかったですね。難しいな。難しいですね。これこそ3000円。あの、僕個人的には割り箸、あの辺が一番近くなかった。近かったですよね。僕もそれは自分でいいと思いました。割り箸だったらなくはないな。あれは3000円やったら。あと下半身濡れへんとかも個人的に好きなんです。結構いいよね。ね、3000円だからな。3000円ですからね。3000円で下半身濡れへんだったら僕全然。いやでも雨の日、まあ、傘さしたらあんま濡れないですからね。まあ、上半身びしょびしょなんですけどね。だからそうなんですよ。それもなっていう。それもなっていう。引っかかるんだよ。ああ、またちょっとこれはシリーズ化していきたいと思います。だな。はい。ありがとうございました。いいテーマだった。はい。ありがとうございます。またちょっと。テーマとかってどんななんですかね。まあなんか、うん、なんかこんな感じでいいんですかね。でも全然あれだと面白いよ。30分にちょうどいい。どんどん気になるのはメモしておけばいいよ。あ、そうですかね、うん。そうですね。ありがとうございます。うん、お疲れさん。また来週来ます。来週も頼むね。まだなんか来週あの人間っていいなの方のやつが、あ、来週なんですけど、出してもらおうかなと思って。あ、そうかそうか。金曜日なんです。またその時多分来ると思います。よかった。ありがとうございました。連絡取り合って、はい、うまくやってくれ。はい、ありがとうございます。倫理とは人生の柱板です。会社経営がうまくいくように経営者のサポートと社員の学びの場を提供しています。どうもありがとうございました。